ここは呪いが存在しない世界。この世界でイタドリと結婚した私は可愛い娘を育てているの。そして今日はその娘の入学式。小学校時代からの先輩であるマキさんと犬巻先輩の子供と、娘が入学する予定の小学校で先生をしている五条先生と歌姫先生の子供が偶然私の娘と同級生に。でもマキさんたちは仕事でどうしても入学式に来られないらしくて、五条先生と歌姫先生は保護者じゃなくて先生側に立たないといけないから、二人の子供を私が預かることになったわ。この前まで幼稚園生だったガキンチョが3人。ちゃんと礼儀正しくできるかしら。集合時間より早めに来たのに、もうすごい人がいるわね。えいやーチューナー国戦キャハハ。ちょっとあんたら、こんなところでヒーローごっこしないで。ブー、野原おばちゃん怖い。ジャケおば、ちびごじょう、もう一回言い直そうか。野原お姉ちゃん。よし、許す。たく、あの歌姫先生がママだってのに、なんて失礼な子かしら。やっぱり五条先生のせいよね。歌姫先生、よく叱ってるものね。あー、野原たち。げ。あ、パパだ。ちょっと野原、げはないでしょう。僕一応、野原の元担任だよ。小学校時代のね。パパ、お仕事してるの？そうだよ。パパは先生だからね。っていうか野原、何を？いや、入学式の保護者って無駄に気合を入れるよなって思って。おいくら、こっちはあんたのとこの問題児を預かってんだけど。ああ、嘘冗談。この悪ガキを見てくれてありがとうね。俺とってもいい子だもん。それより野原、クラス名簿は受け取った？もう配ってるの？あっちの方で配ってるはずだから受け取っておいで。そしたら上級生がクラスまで案内してくれるはずだよ。そうなのね、わかったわ。じゃあ君たち、また入学式で会おうね。はーい。たけ、水品が。うわー、すっごい人。でもこの人混みじゃなかなかクラス名簿が受け取れなさそうね。俺たちに任せて、ジャケ。え、ちょっと、行けるの？人の足元をちょろちょろと、無事に戻ってこられるのかしら。ほら、もらってきた。はや、あれ、ちびとげは？ジュナマヨ。ああ、何やってんのよ。大丈夫？怪我してない？ジャケ。ほら、泣かないの。せっかくの晴れ舞台なんだから。ジャケ、大丈夫だよ。ジャケ、照れてら。おかか。なんだよ野原お姉ちゃん。喜びなさい、あんたたち全員同じクラスよ。それってすごいの？すごいわよ。だってクラスは4つあるんだから。単純に計算するとすごい確率。野原お姉ちゃん、算数ができないんだね。算数くらいできるわ。できないのは数学よ、数学。でもママ、たまに味付けが濃すぎる時あるよね。それ関係ないでしょ。あれ、しかもこれ担任が五条先生じゃない。パパ？パパが僕のクラスの先生なの？自分の子供って受け持っていいんだっけ？っていうかこの偶然の重なり、まさかこのクラス決め五条先生の独断で決めたんじゃ。ありえる。ジャケ、アリエルは可愛いから好き。ってことは三者面談は五条先生とすることになるのか。ああ、歌姫先生がよかった。ママ、名簿を受け取った人がみんなあっちに行ってるよ。ああ、きっと上級生にクラスまで案内してもらってるんだわ。じゃあ私とは一旦ここでお別れね。ママはクラスまで来ないの？ママは保護者席であんたたちの入学式をビデオに収めてないといけないからね。ママも一緒に入学すればいいのに。なに、冗談言ってるのよ。この年で小学校に入学しても授業が簡単すぎるだけだわ。算数できないのに？できないのは数学だっての。水品が。早めに来た甲斐もあって結構前の席を陣取ることができたわ。
今日は私とユージの娘だけじゃなくて、マキさんたちと五条先生たちの息子の入学式の様子をビデオに収める仕事があるんだもの。責任は重大。全員が同じクラスでよかったわね。一クラス分の録画で済むし。あ、五条先生が入ってきたわ。そろそろ生徒たちの入場かしら。なんか騒がしいわね。ああ、なるほどね。五条先生の眼帯姿に保護者たちが不審者みたいだって不安がってるんだわ。まあ確かにあれを初めて見たらびっくりするわよね。ん？何やら騒がしいな。しかも保護者の人たち、僕の方を見てひそひそ話してる？ああ、もしかして眼帯のせいか？あ、先生がごそごそとポケットを漁ってる。ステージ上で何をしてるのかしら。あ、サングラスに付け替えた。今度はなんだかあの人イケメンじゃないってママたちが騒いでるんだけど、何やってんのよ。あんたの顔なんてどうでもいいから早く準備を進めなさいよ。わあ、なんだか僕注目浴びてる。じゃあこれならどうかな。何サングラスまで取ってんのよ。イケメンって保護者が湧いてるじゃないの。みんな騙されないで。この人は顔とスタイルだけはいいけど、性格はただのガキよ。そしてめっちゃ美人な奥さんがいるのよ。噂をすれば歌姫先生、体育館脇でステージで調子に乗ってる五条先生のことをめっちゃ睨んでるけど、先生気づいていないのかしら。やだ、僕ってば人気者。なんかど真ん中の席にいる女の人にだけめっちゃ睨まれてる。あれは野原？はよ入学式を始めろ。なんかテレパシー送られてきた。まあ僕のご尊顔は保護者の目に毒だからね。サングラスぐらいはかけておくか。ここはアイドルのライブ会場か。スフィンガ、やっと入学式が始まったわ。私たちの子供のクラスは次に入場するクラスじゃない？カメラ準備しないと。あら、いつまで経っても入場してこないじゃない。ほら、保護者も騒ぎ出したわよ。ちょっと担任の五条先生、何をやってんのよ。あんたが先頭で生徒を連れてくるんじゃないの。そのから、ちょっと君たち、先生の言うことを聞きなさい。パパはパパでしょ。今は先生なの。いくら。誰、今呼び捨てにしたの。サトル先生でしょ。っていうかもう入場しないといけないんだって。トイレ行きたい。ついて行ってあげようか。うん。ダメダメダメ、もう入場なんだってね。お願いだからちゃんとして。入学早々この先生大丈夫かしらって思われちゃうからさ。仕方ないな。わかった。じゃあ僕の後ろを2列で歩いてくるんだよ。決してふざけちゃダメだからね。じゃあけー。製品がよかった、どうにか席に着かせることができたよ。でも次は担任の先生による挨拶か。一安心してる暇もないな。お、次は五条先生の挨拶みたいね。一応カメラ回しておいてやるか。3組を担当することになりました。グッドルッキー。五条悟です。あら、割と真面目にやってるじゃない。きっと家で歌姫先生にたくさん練習させられたのね。僕は今年でちょうど教師歴が10年、いや15、まあいいや。見て見て、悟おじちゃんが喋ってるよ。本当だパパ。ちゅう名前よ。おっさんじゃなくてお兄さんでしょ。いや先生だろうが。っていうかマイク通して何を言ってるのよ先生。いやそろそろお兄さんと呼ばれることも減って年齢を感じているわけなんですけども。なんとかごまかせたみたいね。あら、またちょっと保護者席が騒がしいけど。そんなわけで一生懸命頑張りますので。何？僕なんか変なこと言った？
まずいわね。保護者たちがまた五条先生の顔の良さに騒ぎ始めたわ。サングラスをしているのに。うわ、眩しい。盗撮？そこまでする？ああ、これはまずい流れね。いやすみません、そこの奥さん。カメラ撮影は OK になってるんですけど、僕は一応既婚なので。はあ？しかも子持ちだよ。はいはい、俺。何言ってんのよ、ちび五条。はい、私はその友達へ。ジャケ。あんたらも何を言ってんのよ。ほら、さっきよりも騒がしくなったじゃない。ちなみに僕の奥さんはここの学校の音楽の先生なんですけど。ダメだわ、五条先生が調子に乗り出した。やっぱりあの人が真面目にできるはずがないのよ。そうだ、歌姫先生、体育館脇にいたはず。あれ、歌姫先生いなくなってる。生徒にはすごく優しいですけど、怒るとめっちゃ怖くて。僕なんて毎日のように家では怒られてるんですよ。僕と奥さんの馴れ初めが聞きたい？仕方ないな。誰もそんなこと言ってねえよ。歌姫と僕が出会ったのは、あ、ちょっと歌姫？あ、いつの間にか歌姫先生が登壇してる。痛い痛い、髪の毛引っ張らないで歌姫。まだスピーチの途中だって。痛い、髪の毛抜けてる。あ、無理やりステージ裏に引きずり込まれたみたいね。この学校本当に大丈夫かしら。数十分後。いろいろあったけど入学式はあっという間だったわね。入学式の後はクラスで写真を撮ってすぐに印刷して持ち帰れるみたいだけど、子供たちまだかしら。あー、野原おばさんいた。お姉ちゃんだっつってんだろ。見て見て、写真を撮ってきたんだよ。いいわね、早速見せてちょうだい。ジャケ。へえ、どのクラスも楽しそうじゃない。で、うちのクラスは。はあ、なんでうちのクラスだけ全員変顔なの。五条のおじちゃんがとびっきり変な顔してねって言うから。あいつ、しかも本人一人だけ変顔してないじゃない。なんかよくわからないけどね。そうすると僕のイケメンが引き立つって言ってたよ。取り直ししろ。その後。まあ予想はしてたけど、入学式ははちゃめちゃなものになったわね。ま、全部五条先生のせいなんだけど。後日一応録画したビデオを牧さんと犬巻先輩、五条先生と歌姫先生も家に呼んで一緒に見たんだけど、なんだよこの入学式って。牧さんたちはゲラゲラ笑うし、歌姫先生は盛大なため息を吐いてたわね。五条先生だけは歴史に残る入学式だったなーって。全く反省してなかったけど、子供たちが楽しそうにしてたから、ま、よしとするわ。動画を見ていただきありがとうございます。鮭、昆布、ツナツナ。他の動画も見てねと言ってるのだと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないで。